皆さん、こんにちは、レスターの岡崎慎司です、クラブ創設25周年、本当におめでとうございます、自分も6年間エスパルスでプレーして、まあ、歴史あるクラブの、まあ、一員でこう戦えてたことを本当に今でも誇りに思いながら、海外でプレーしています。もちろん苦しい時期、まあ、昨年は苦しい時期があったり、まあ、今シーズンもなかなか勝てない時期があったり、ホームで勝てない時期があったり、我慢の時期は、すごくあると思いますけど、まあ、そこの我慢をみんなで耐えて、必ずみんなで歓喜する日が来ると思いますので、これからもエスパルスを応援しています。本当にこの度は25周年おめでとうございます。岡崎慎司でした。